ここはですね、森口市の、住所で言うたら大久保町、駅で言うたら古川橋、ただし駅から、18分ぐらいかかるという、自転車かバスかがマイカー派の人におすすめの賃貸のテラスハウスなんですけども、まずね、この物件はロフトがあります。ロフトちょっと登ってみますね。よいしょ。あ、ここちなみに2階です。2階があって、さらにロフトがあるって、よいしょ。カメラもらいましょうか。よいしょ。こういうロフトですね。ここで、こういう感じで、よいしょ。寝るには十分。全然寝れます。立つことはできへんですね。寝るか物置にするか。何でしょうね。暑くなかったらね、本読んだりするのにすごいいいんですけどね。ちょっと今日また暑いのもあるけど、ロフトがありますよということでございます。絶対焦げんようにしてくださいよ、ゆりえさん。よいしょ。今30代の女と40代の男がはしごを降りてます。よいしょ。お、全然違う、涼しい。はい。でこちらに、収納スペースあり。よいしょと。でこちらのお部屋にも、収納もありますと。よいしょと。で、ベランダがあります。洗濯機はベランダに置いていただく形になりますね。はい。めっちゃ綺麗ですね。綺麗にリフォームされてまーす。よいしょ。で、よいしょ、はい。シューズボックス、下駄箱ですね。下駄箱も新しいのがついてまして、ここにもなんかあちこち入れるところがありますね。階段で 35% 減ってますけど、ちょっとしたもの置けますよ。からの、よいしょ。よいしょっと。傷つけんようにね、シアナね、綺麗やからね。床下収納があって、床下収納をさらに外すと、これね、こういう土が見えてますですね。これは点検口って言います。建物の調査するための穴ですね。で、この土が見えてんのを布ぎそって言います。昔の家ですね。よいしょ。ちなみに家賃は6万円で激安で、この土じゃなくて土のところも全部コンクリ打ってあるやつをベタギソって言います。よいしょ。ベタギソの方が全部コンクリなんで揺れに強いですよね。よいしょ。でシステムキッチンは新品です。二口でいいと思うんですよ、僕ね。要は三口あるやつありますけど、あれ多分鍋3個乗らへんのんちゃうかなっていう三口のやつもたまにありますよね。やったらもう二口でやった方が、ね、ここもちょっとこのスペースがね、
これ、逆、あ、便利ですよね、こういうのね。うん、ここも広いし十分ね。はい、ちょっと開けるのやめておきますけど、お魚焼きグリルもついてますと。モニター、あ、本田ちゃん映りました、はい、TV モニター本付き、画質良好。エアコンは上はついてなかったですね。上はついてなくて、リビングに1台ついてるのは、2019年製日立です。まあほぼ皿ですわ。皿みたいなもんです。はい、でよいしょ、ここも伸びるの。はい、シャンプードレッサーはついてます。あれ、切ってくるの忘れたから、ガチャ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 音してるから切っときましょうね。バイクを見る本田ちゃんが映ってましたね。よいしょ。はい、洗面台も新品、ちょっと幅がね、大きいタイプついてございます。お風呂もこれ新品っすね。広い。お風呂、窓あります。じゃ、ちょっと失礼します。よいしょ。窓開いてますか。別にいいですけど、閉めておきましょうか。追い焚きなしです。はい。まあ、ここ、一人、二人か、小さいお子さんとご夫婦みたいな、マックス三人でしょうね。ね。うん。おしゃれシャワーヘッドあり。恋人よ、僕は旅立つ。東、やめていきましょうね。声の響き良好。環境良好。我ながらキモかったですね、今の。はい。よいしょと。全然めげずに続けるんで。僕ずっとザイオン効果って思ってたんですけど、ザイアンス効果っていうのがあって、これ、今日朝ウィキペディアで調べたんですよ。1960年代のなんとかザイアンスさんっていう社会心理学の先生が名付けたそうなんですけど、最初は興味関心がなくて、好きでも嫌いでもない、なんかちょっと違和感があるぐらいのことでも、ずっとね、定期的に見たり聞いたりしとったら、なんか慣れてきて、受け入れてきて、好きになってまうっていうね、心理効果があるらしくて、だからテレビのコマーシャルとかもそうですよ。あとタレントさんとかも、よくテレビで見るタレントさん、あんまし嫌いやったらあんま見えひんでしょうけど、なんとなく見とったら、このタレントさん見慣れてきてちょっと好きかもみたいなね。 YouTuber もそうですよね。まあそういうことです、僕はこれやってんのは。はい、トイレあり。トイレありちゃうわ、トイレそらあるわね。ウォシュレット、これもジャニスですよ。最近ジャニスよう見ますね。ゆりえさん、これジャニス撮れますか。これジャニスのロゴ、ジャニス、ジャニスジョップリン、知ってます。27歳で死んだロックシンガー、女性ロックシンガーですね。ああ、そうなんだ。ああ、どこのメーカーでした。ジャニスはジャニスです。どこにも属してないです。どこにも属してない。はい、そんなジャニスの便所がある森口市大久保町、古川橋、古川橋って言うていいかな。まあまあ、古川橋です、最寄りは。家賃6万円で、平均2ヶ月分です。はい、安いです。近くにね、あれがありました。森口市東部コミュニティセンターというところがあって、そこに図書館とかもあったんで、まあそのお子さん小さい方とかシニアの方とかでも、まあね、今その在宅といいますか、外出控えましょう、自粛しましょう的な空気がね、まだしばらく続くでしょうけども、まあちょっと気晴らしにコミュニティセンター空いてましたからね。人結構いましたわ。はい、以上です。ありがとうございます。